北風と太陽。ある日のこと、北風が太陽に言いました。僕はどんなものでも簡単に吹き飛ばすことができるよ。世界で一番の力持ちは僕だろうね。すると太陽は言いました。確かに君は力持ちだ。でも力だけじゃできないこともたくさんあることを知ってるかい？知らないね。それじゃあ証明してみせようか。あそこを歩いてる旅人の着ている服を脱がせた方が勝ちというのはどうだろう？よし、いいだろう。最初は北風くん、君の番だよ。北風は力を込めて旅人に風を吹きかけます。旅人の服を吹き飛ばそうと考えたのですが、旅人の服は脱げません。ああ、今日はなんて寒い日なんだ。北風はさらに力を込めて風を吹きつけます。ブワー！ブワところが、服を吹き飛ばすどころか、旅人は寒がってコートをさらに着てしまったのです。ああ、寒い寒い。旅人は風に飛ばされないよう服をしっかり押さえてしまい、息も絶え絶えの北風はとうとう諦めてしまいました。北風くん、どうやらダメなようだね。今度は僕の番だよ。太陽はそう言うと、さんさんと輝き始めたのです。冷え切ったその場所は、みるみると暖かくなっていったのでした。ああ、暑い暑い。今日はなんという日だ。寒くなったり暑くなったり、もうたまらん。旅人は思わず服を脱いでしまいました。それを見た北風は太陽に言いました。何でも力ずくでやろうとした僕が間違っていたね。僕の負けだよ。北風は反省し、それからというもの、自分の力を自慢することはなくなりました。おしまい。